ピグミー、ピグミーは特に身長の低い平均1.5メートル未満特徴を持つアフリカの赤道付近の熱帯雨林に住む狩猟最終民である。中央アフリカ全体の熱帯雨林を生活拠点としている。人種学的にはネグリロと呼ばれる。現地ではバヤカとも呼ばれる。ピグミー、バヤカは大きく分けて、大古地域の都はコンゴ盆地の東部イトゥリの森に住む。 ムブティ、西部の赤やバカがいる。小さなグループも多い。アフリカのピグミーには、ムブティの他に赤、バベンゼレ、バカ、ビンガ、エフェ、トゥア、ウォチュアなどがある。中央アフリカ共和国では、身長に対してだけなく、部族そのものについて、ピグミーではなく、バヤカという呼称が好まれている。ピグミーの中には固有の集団名、例えばバカやムブティでなく、 ピグミーという用語で呼ばれることを、無別的だと受け取る向きもある。ピグミーは、様々な民族名を持ち、それぞれ異なる言語を話す。しかし、その一方で、ひとまとまりの存在だとみなされてきた。その理由は、一つに小柄という身体的な特徴であり、もう一つは、文化的な共通性。しかし、一部の研究者は、様々な根拠から、 異なる機械を持つ集団ではないかと、異論を提出している。彼らは、共通祖先の形質を継承したからではなく、熱帯雨林における狩猟採集生活という環境が、自然選択として働いた結果、似たような体に修練したとする。もし、そうだとすると、ピグミーという言葉で複数の集団をまとめることに、問題点が生じることになる。無文字社会であるピグミーの記録は、 外部社会に依存する。ピグミーについての最古の記録は、古代エジプトのヒエログリフで、ペピニセイが、小人、DNG の神のダンスを見たいと地方の行政官に、通達たという記録がある。ピグミーという語につながる最古の記録は、ホメロスのジョジシーリアスに出てくる、鶴に殺される小人族のピョグマイオイピゴメイで、肘尺のピゴミー。 肘から拳までの長さ約35センチメートルに由来する。直接的には、アリストテレスが動物史動物部門編においてナイル川の水源地から飛来するツルと戦う結局生活をする人々を記述していることから、現在アフリカでピグミーと呼ばれる人たちとピグミーという単語が結びつけられている。なお、インドのネグリトとピグミーが結びつけられた経緯は、プリニウスが博物史において、 鶴と戦う背丈が75センチメートルを越すことのない小人族の話がインドの先の山岳地帯とされたことによる。プリニュースはこの記述を他の様々な怪物や怪人と並べて記載しており、中世までヨーロッパ社会の中で知られていた。ルネサンス期以降、ピグミーの実在についての論争があったが、結論は出なかった。しかし17世紀以降、 アフリカやアジアの情報が増えると、ピグミー実在説が強くなった。解剖学者のタイソンは、チンパンジーの標本にピグミーと名付け、一方では、博物学者のエドワーズはオランウータンを、森の人、もしくは、ピグミーとみなしたために、ボルネオオランウータンの学名であるコンゴピゴメイアスに、痕跡が残っている。また、博物学者のビュフォンは、鳥類の博物史において、 ピグミーは明白に猿であり、知識がなかったり、略、観察者が人とみなしてしまったという記述を残している。現在も、怪物の一派としての小人や猿というイメージが、ピグミーという単語にはこびりついているので、人類学者のヒューレットは森の資料採集者、ケンリックは森の民を使って論文を書いている。しかし現代の中央アフリカの都市部で、 ガードマンや治療者として生きている者の,の存在や、これからの彼らの生活を考えると森と結びつけた故障が本当に政治的に妥当な配慮となっているのかは別問題である。ピグミーは多様な言語集団の集合であり、ピグミー語族は存在しない。彼らが使う言語は隣接する。農耕民あるいは歴史的に隣接していたと考えられる。 農公民の言語の方言とみなされている。コンゴ盆地東部で隣接した地域に住むムブティとエフェの場合、ムブティはニジェールコンゴ第五族のバントゥー系の言語、エフェはナイルサハラ第五族と隣接農公民の言語を話している。一方で、コンゴ盆地西部の赤とバカの場合近隣の住民と同じ言語を話しているわけではない。民族言語学的な歴史過程の復元によれば、 赤とバカの共通祖先集団は、現在の中央アフリカ共和南部に居住していた。当時隣接していた、農耕集団のムガンドと、グバカと密接な関係を持ち、それぞれの言語を話すグループとして、赤とバカに分かれたが、トウモロコシなどの新大陸産の産物が伝えられて、以降に、バカが何らかの経緯で、南西方向に大移動し、他の言語を身につけないまま今に至り、赤は、 おそらく一時的に、ガンドと離れていた気があり別言語化した。バカも赤も農耕民と会話するとき、その農耕民の言語を使うが、近隣の農耕民が、バカや赤の言語を理解することは稀である。以上のような事情から、ピグミーは農耕民との接触以前は無言語であり、農耕民との接触によって、言語を獲得した、あるいは農耕民の中のある非主配階層が、 狩料採集生活に適応した結果身体が賠償したので農公民とピグミーは同一言語を話しているという説が立てられたことがあった。しかし十二万五千年十六万五千年前にコイ,イコール産語族とピグミーが他の人類集団から分岐したにもかからず全社のみ独自言語を持つという仮説は不自然である。なお、ピグミー全体に共通するコについての研究はないが、 隣接したピグミーと農耕民の語彙の比較研究から、固有名詞や儀礼の言葉、動植物名にピグミーオリジナルの語彙の存在は確かめられており、かつては存在していたオリジナルな言語が農耕民との接触によって、文法や語彙の多くが消失したと一には考えられている。かつて存在したオリジナルピグミー語は遺伝子からハザ語に禁煙であるとの説もある。 ピグミーを総称した人種概念をネグリロと呼び、次のような特徴的な形質を有するとされる。平均身長が 150cm に満たない。他の黒人ほど肌の色は濃色ではない場合がある。体は筋肉質で、胴は長くて太く、腕は長く足は短い。頭部が大きい。髪質は細く縮れていて体毛は毛深い。また、ブッシュマンやホッケントットといった、 カポイドにも見られる、アブラジリと言われる特殊な形質が女性に現れることがある。ネグロイドの回区分とされるが、その特徴的な形質からさらに独立した人種とされたり、カポイドの集団と禁煙ともされることもあるが、カポイドは特格が弱く超等が多いなど色々異なる点多い。かつては東南アジアの小さな体を持つ狩猟採集民。 フィリピンのアグタ族とバタク族、マレー半島のセマン人、アンダマン諸島の先住民などと含め、ネグリトとこれ、フランスの人類学者カトルファジュは、両者を南インドを起源とする一つの人種であると捉えたが、東南アジアのネグリトは、皮膚の色がより濃く、体毛が薄く、特角が著しくないという違いがあり、少なくとも1960年代後半にはすでに、 別系統説が強くなっていた。現在は遺伝学的に禁煙でないことが分かっており、東南アジアのネグリとはオーストラロイドに属するとされる。言語学は文化的なオリジンを探求する方法であるが、生物学的な側面については遺伝学を利用することで理解することができる。ピグミーには Y 染色体、ハプログループ B 系統が高頻度で見られる。 このグループは第一交体から森林地帯へ精神した系統である。ミトコンドリア DNA の分析によって、例えば西のピグミー、赤やアバカなどと、東のピグミー、トゥアやムブティなどの間の遺伝的な類似性よりも、それぞれの近隣老公民との方が遺伝的に近いという結果が得られている。しかしこれによって、ピグミーの同一起源が否定されたわけではない。実際には、 ピグミーの女性は近隣の農耕民にメトられるという一方的な通恨があり、ピグミーの女性の遺伝子が農耕民に供給されてきたからである。マトドナの集団内多様性や核 DNA の研究から実際にはピグミーと他の人々は6から7万年前に分岐し、2万年前に東と西にピグミーが分岐したという結果が得られ、ピグミーは 同一起源であるというのが有力である。しかしながら、ピグミーの特徴である、低身長については、ピグミーが、西と東に分かれて以降、それぞれの集団が独自に環境に適応した結果で、あると、右折もある。最も人類学的研究の進んだピグミーは、今後民主共和国のイトリの森に住むムブティ族である。コリン・ターンブルは著書、森の民。 今後ピグミーとの3年間の中で彼らを主体とした研究成果を示している。ピグミーは他の民族と異なり、10代はじめに身長の成長が鈍化する傾向にあるために、成人の身長が低くなる。これらは環境への適応のためであり、小島や密林といった隔絶された環境に応じ、人間外の種の中で独立して進化したものである。 ピグミーの祖先が生きた環境は彼らの身体サイズを多世代にわたり小さくし、そして今日、自然淘汰によりその遺伝子が優位性を占めている。アフリカのピグミーは集団、即興による複雑なポリフォニーが特徴的な性格によってよく知られている。シン・ホロームはピグミー音楽の多音の複雑さは中世ヨーロッパのアルスノバのポリフォニーとよく似ていると指摘している。 ピグミー音楽に用いられるほとんどの楽器は単純かつ実用的なもので伝統的なノマディック、放浪的ライフスタルに似つかわしい。ピグミー社会は平等主義で有名である、おそらく空想的に描かれたもの。彼らはよく理想郷と未開社会の両者を包含するものとして空想的に描かれ、彼らが長期にわたり、ピグミー以外のより近代的な集団、近隣の存落、 農場経営者、材木会社、宣教師、刈場に侵入するハンターと関係を持ち続けてきたことを見落としがちである。アフリカのピグミーは独自の言語は持っていないが、周辺のピグミー以外の言語、番通語などを話す。今後共和国の山河川沿いの上諸とポコラのちょうど、中央付近にあるピグミーの家は、棒切れと葉っぱで建てられており、とても狭く、 木製のベッドと棚のような基本的な家具だけがある。熱帯雨林では夜間の冷え込みが厳しいため、内部にはいろれが設けられており、とうもろこしやその他の果物を蒸留して酒を作る目に使われている。彼らはまた非常に有能な漁師でもある。ピグミーは一般的には矮小な人種や動物に適用される。例えばピグミーマーモセットなど用語である。 古代イギリシャの非磁石ピゴミーが語源となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。